種目のキジラミカに属する昆虫である。幼虫、成虫とも柑橘類や月橘で樹液を吸って繁殖する。特に月橘を好む。卵は黄色で、幼虫は体長1ミリから2ミリ。成虫は体長約3ミリで、体色は赤褐色をないし黒褐色。前肢には特徴的なまだら模様があり、2ヶ月以上生存する。また、成虫は 樹木上で吸収する際、頭を下にして腹部を持ち上げ、羽を斜め上に突き出す姿勢をとるといった特徴がある。ミカンキジラミの増殖は、新象の発生と関連しており、新象発生時期には多く発生する。なお、ミカンキジラミの幼虫に寄生する蜂として、ミカンキジラミトビコバチとミカンキジラミヒメコバチがある。また、 豊橋技術科学大学の中鉢厚しらの研究によれば毒を作る細菌を体内の器官に強制させることによって天敵から身を守っている。ミカンキジラミ自体が植物に与える被害としては吸収によって部分的な故死を発生させる程度である。しかしながら柑橘類に致命的な被害を与える柑橘グリーニング病を媒介するため、 重大な害虫として知られている。柑橘グリーニング病菌にはアジア型、アフリカ型、アメリカ型があり、アジア型はミカンキジラミが媒介昆虫となる。利病した木の樹液を吸うことで病原体である細菌を補毒し、次に吸収した木に伝染させる。日本においては柑橘グリーニング病と共に特殊病害虫に指定されており、 分布地域からの移動が制限されている。ミカンキジラミは農薬に対しては高い感受性を示す。柑橘グリーニング病には効果的な薬剤がないため、予防にはミカンキジラミの駆除が重要である。また、月ツは柑橘グリーニング病にかからないとされているが、ミカンキジラミは月ツでよく繁殖するため、柑橘類への感染を防ぐためには、 周囲の月筆に寄生する個体の駆除も重要である。ミカンキジラミの成虫主に東南アジア、南西アジアや中近東などに生息する。アメリカ合衆国にはもともと生息していなかったが、1998年にフロリダ州で、2001年にはテキサス州で存在が確認された。日本においては、もともとアマ大島以南の南西諸島にしか、 生息していなかったが、2002年には、薬島に北上したことが、明らかになった。さらに、2006年には、鹿児島県いぶすき市で発見され、本土上陸が確認されている。沖縄県、鹿児島県などの関係市町村を呼び、植物貿易所などが駆除を進めているが、根絶には至っていない。ありがとうございます。